ではこの時間はスタジオにゲストを迎えてお送りします。今日マザーズに新規上場なさいました株式会社 RS テクノロジーズ代表取締役社長方永義さんです。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。本日おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどの鐘を鳴らされていましたですよね。はい、もうすでに、あれ5回ここ1回いたしました。はい、あ、それはさすがですね。よくですね、お一人で叩かれる方もいらっしゃいますが、はい、皆さんでですね、やっぱ分けて叩かれるというのは雰囲気がよくわかります。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というところでですね、今ご紹介いただきました、RS テクノロジーズの方社長にお越しいただきました。早速なんですけれども、はい、まずその御社の事業内容のところですね、そちらからちょっとご紹介をいただければと思うんですが、はいはい、かしこまりました。はい、当社はですね、はい、シリコンウェーハーの再生事業をメイン事業としておりまして、はい、ご存じない方もたくさんいるかと思うんですが、はい、ちょっと、具体的にご紹介したいと思います。はい、ぜひお願いいたします。画面のようにですね、半導体の工場では約700を超えるような工程がございまして、はいはい、各工程のプロセスを評価するため、はい、あるいは、出来栄えを評価するために、モニターウェーハー、はい、あるいは、テストウェーハー、使われます。はい、でこれらのウェーハーはですね、1回あるいは複数回使うと、はい、大体、使用不可になって廃棄されるのが多いんですけども、そうですね、はい、で当社は廃棄されるべきのウェーハーを、はい、回収いたしまして、当社の方で、はい、加工して、新品と同じような、状態に戻してお客様にお戻しする、はい、で再度同じ、用途で使っていただくというビジネスモデル構築しております。はい、でもそれは結構技術力のいる作業といいますか、仕事じゃないんですか。はい、大変技術も必要ですし、設備投資も、はい、規模が大きい産業でございます。はい、私なんかも本当シリコンウェーハーっていう話を聞くとですね、はい、もう大工場で、もう全く菌の入らないようなですね、部屋でこう作られてるっていうイメージかと思うんですけども、はい、その中でそのウェーハーを再生されて、はい、それを、ビジネスとしてこう使われていると、再生事業ということになっているということなんですよね。はい、はい、そうでございます。そして、次なんですけども、その事業、はい、事業の内容としてですね、再生ウェアっていうのはそもそもその需要があるのかっていうようなことがこのちょっとスライドに書かれておりますけども、はい、この辺いかがなんでしょう。再生はですね、非常に、ニッチの世界で、ご存じない方たくさんいるかと思うんですが、そうですよね。はい、一般的にどういうところで、魅力があるかというと、はい、画面の通りですね、コスト的なパフォーマンスが非常に大きいです。はい、で再生のウェアがですね、新品と比べますと12インチで、換算、12インチを単位としますと、はい、約4分の1の、はい、コストで提供できます。そんな安くなるんですか。そうでございます。そうするとシリコンウェア、例えば12インチのやつ、1枚、仮にですけども、はい、100円だとすると、4分の1、25円で、そうでございます。で品質的にはいかがなんですか。全く、新品と同じような状態に再生しますので、はい、品質は全く問題ございません。そうでしょうね。そうでなかったらというのはありますけども、ただすごいですね。そういったところはこれはでもニーズ的にもありそうな感じいたしますが、はい、そうした中で御社のこの業績なんですけども、はい、こちらの方ちょっとお伺いしたいんですが、はいはい、こちらのページは当社 の実績になります。左側2012年期の実績ですが、はい、で右側は2014年期でございますが、はい、特に、こう見ていただくと右肩上がりの成長、そうですね、売上高が特にこう順調に伸びていらっしゃいますよね。はいはい、で特に2014年の12月期売上45億となってまして、経常利益12億となっております。はい、こちらも伸びてますよね。そうでございます。はい、でおかげさまで、はい、本当に、切実していないですね。はい、まだ4年間ですけども、ずっとこう右肩上がりを、はい、してきました。それは素晴らしいですね。はい、そうした中で、現状は今のお話である程度分かりましたけども、はい、これから先ということで、こと中期経営計画ですね、こちらも出されているようなんですが、はいはい、こちら、3カ年計画の概要となっています。はい、で左側、当期ですね、2015年の12月期でございます。はい、予想では54億の売上で、はい、経常利益ですね、はい、8億4000万円、はい、8億4900万円、はいはい、
で2016年と2017年、それとですね、はい、約72億の売り上げと74億の売り上げで、それぞれ経常利益17億と18億となっております。こちらもまた右肩上がりの成長を我々、はい、ね、見込んでおります。これ、まあ、今見て拝見してますと、やっぱり あれですか、例えばその計画的に、まあ、伸びてはいるんですけども、やっぱ設備投資とかって結構お金かかることになるんじゃないですか。はい、はい、当社はですね、今期、国内では約52億、投資いたしました。で台湾では約25億、はい、台湾、はい、投資いたしました、そのために、まあ、画面の通り、グラフの通りですね、今期は前期より若干一時的な、まあ、支出の費用があるので、経常利益、まあ、若干落ちるような感じ で2016年以降は、設備投資による製造能力アップということで、今までこう頼りきなかった顧客、また頼りきるようになって、増収増益になると、はい、予測しております。あ、そうなんです。そうしますと、まあ、着実に先、はい、今未来に向けてですね、はい、先行投資をされているということで、はい、それが、まあ、これから回収見込みであるということなんですね。はい、はい、となりますと次ですね、その御社のやはりこう強み、はい、まあ、先ほどから、まあ、言葉の中にですね、はい、再生という言葉が出たりとかしておりますが、はい、ぜひその辺の強みの部分をお話し伺えればと思いますけど、はいはい、画面の通りですね、当社は、3つの強み興味ございます。3つ、はいはい、まず、1つ目、業界ナンバーワンのウェハの加工技術が、あります、はい、後ほどまた詳しくご説明しますが、2つ目、まあ、世界各国の半導体メーカーとお取引今しております。そうなんですね。いわば当社の、営業力の強みでございます。3番目、はい、当社の、まあ、シェアですね、業界的に、まあ、当社調べではありますけども、12インチの、出荷量は当社約 19%、はい、今世界ナンバーワンの、シェアを取って、はい、おります。素晴らしいですね。次のページで紹介したいですが、はい、これ、まあ、先ほど申し上げた当社の、まあ、ウェハ加工技術の強みです、2つございます、はい、強みその1とその2となってますが、はい、まずその1なんですけども、マックを剥離する技術が、はい、必要でございまして、マックを剥ぐ方ですね。そうです、はい、で NASA 工業様から、まあ、25年間はい、蓄積してました技術そのまま継承いたしまして、はい、この4年間で当社はさらに、まあ、バージョンアップをさせた技術でございます。さらにこうブラッシュアップしたということですね。そうでございます、はい、この技術使うと、シリコンウェーハーにあまり、ダメージ与えずに膜を剥離することが可能となり、そうなんですね、はい、最終的に、回数、まあ、再生回数が増え、コストを抑えることが可能になります。そうなんですか。そういうその基礎的な技術が、まあ、はい、素晴らしいということなんですね。でもう一つの強み、はい、下にありますけども、金属不純物、要は銅の不純物を除去する、当社の技術ございます、はい、一般的にこの業界では銅の不純物除去できないという定説があるんですが、あ、そうなんですか。当社は特別な技術がありますので、はい、きれいに除去できます。この2つの技術でこの業界をニートしているような感じなのかなと思っております。あ、確かにこれ今伺ってますと、その膜をこう、ね、本体を傷つけずに剥ぐだとか、はい、あとそれからその不純物を取り除くっていうのは、これはもうシリコンウェアとしてはもうなくてはならない技術ですもんね。そうでございます。その辺が御社の強みになっているっていうところなんですね、はい。まあ、先ほど私がお話したクリーンルームなんかも、ね、こう出てますけども、はい、まあ、そういったところがまあ御社の強みであるというところですね、はい。まあ、そうなりますと今後の事業展開なんですけども、はい、どういったことを目指されているのか、そのあたりちょっと詳しくお話しいただけましょうか。はい、わかりました、はい、画面の通り、今後のビジネス展開に関して5つの項目に対して、注力的にやっていきたいと思います、はい。まず1つ目、事業計画通りの新設増設による生産力の拡大、はい、こちらですね、まあ、先ほど申し上げた通り、当社は国内では52億、はい、台湾25億投資しておりますので、この投資を計画通りに、やっていかなきゃいけないと思いますので、それをしっかりとやっていきたいと思います、はい。で2つ目、再生市場での当社のシェアの拡大、先ほど申し上げた、はい、
今現在 19% というシェアでございますが、そうですね、もっと拡大していきたいと、圧倒的なシェアを取りたいと思っております。なかなか今のお話を言うと、やっぱり他から入ってきにくいっていうところなんですか、その御社の技術力からしますと。まあ、真似できないってところなんでしょうかね。もともと、この業界、日の業界で、業務他社当社も入れて10社しかございません。そうなんですか、はい、で過去10年間新規参入ございません、はい、そうしますと、やっぱりそのシェア拡大に向けた、はい、まあ、ベースというのは、まあ、御社の方でコントロールできる部分があると、そういうことでございます。はい、わかりました、はい、そしてこの3つ目ですね、はい、3番目、はい、伸長する重要な取り組みコンビでございますが、はい、これから世界の半導体の市場はまだまだ右肩上がりの成長を見込んでおりますので、はい、でそれに常に慣れて当社の業界も右肩上がりの成長を見込んでおります、はい、でその成長する部分を取りに行きたいと思っております、はい、そしてさらに4番目、はい、4番目ですね、はい、で再生市場、まあ、潜在的な市場またございます。先ほど申し上げた、はい、当社の強みでございますが、はい、銅の、製品は、実はまだ出回ってそんなにいないんです。あ、そうなんですか。その製品を取りに行きたいなと思っております。あ、それは素晴らしいですね。そして今度最後5つ目になりますが、はい、近い将来ですね、はい、中国の大きなマーケットを取りに行きたいと思っております。はい、そのために今現在もうすでに中国のお客さん何社か獲得しております。それは楽しみですね、はい。まあ、そうしますとこの5つの今後のビジネス展開、これを今保社長の方で、はい、着々と進めてらっしゃると、はい、いうことなんですね。はい、そうでございます。そちらの方ちょっと投資家の皆さんも楽しみにということになりますかね、はい、では最後にですね、はい、まあ、残りの時間でですね、投資家の皆様に、簡単にメッセージの方お願いできますでしょうか。わ、はい、かりました、はい。はい、まあ、今日は、まあ、投資家の皆様ですね、ご存知の通り株価はそんなに、強いわけではないんですが、当社はまだ本当に5年目の会社でございますので、これからだと思っております。これから当社、まあ、僕も含めですけど、スタッフの皆と一緒に当社の存在価値、企業価値を上げ、業績を上げ、本当に、早い段階でですね、投資家の皆様に、恩返しできるようにしたいと思います、はい、期待していただきたいと思います、はい、いや今言葉に熱意を感じましたので、投資家の方も多分よく、伝わっていると思います、はい、これからも楽しみにしておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お話は今日マザーズに上場なさいました、証券コード3445、株式会社 RS テクノロジーズ、宝永吉社長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。